たね、シエル。こんな大量のお宝、久しぶりに見たわ。お前ら、俺様のためにご苦労だったな。お前は、砂漠の魔獣グラッチ、ここに何しに来た？そりゃお前、俺様の宝を取りに来たに決まっているだろう。ふざけるな。これは僕たちシエル盗賊団のものだ。お前のものじゃない。そうだよね、シエル。いや聞き分けのいいお頭じゃねえか。そんな、シエル。じゃあな、また集めておけよ。待て。なんでだよ。見損なったよ、シエル。魔物を前にしたら、僕の体はみんなを傷つけるわけにもいかないし。シエル、大変よ。マスクが宝を奪い返しに行くって。なんだって。すぐ助けに行かなきゃ。待ってよ、シエル。私、あのままおとなしくして。シエル、シエル。ルナ、バカなこと言わないで。しぶといやつ。力が欲しいか。みんなを守る力が欲しいか。力、ぼ力が。も、僕ピュイニー。戦うって僕。大丈夫、君が戦うんだ。
も僕はピュイニー。あ、今それにさっき召喚された魔物シエル、君は冥界神サダナスを倒した天界神オリエンス様の息子なんだ。そう、オリエンス。シエル、再サタナス復活の、そしてオリエンス様の血を引いた日、大切な仲間を守るた、僕にそんな血、でも僕にサタナスの復活を、そう来なくちゃ。サタナスのことを何か知って、サタナスを止めて世界を頼むぞ、子供たちよ。